CS じゃない。待って、僕ミッド？トップでもいいよ。カンバチさん。どっちの、あ、じゃあミッドで。ミッド行きます。いや、でも、こいつミッド行かせるとしょうもないねん。なんで？イラオイミッド行くねん。イラオイミッドなんですか？すいません、トップ行ってもらっていいですか？ね、なるでしょ？ NG 出ちゃったか。そう、なんかその、いいんですよ。好きなとこをやってもらって。ただ、あの、なんだろう。交通規則を守ってほしいという。そうだよね。そうだよね。ルールを守って楽しくジェールっていう。ルール守んなきゃいけないか。俺、起きてまだ15分ぐらいしか経ってないんだけど。え、寝起きやん。俺も寝起きやん。調べます。え、これみんな初対面いないの？変なメンバー。花江さん初対面が。あ、そうなんだ。一緒にやるのは。敵ではボコされたんだけど。あ、スプリットと一緒にぐちゃぐちゃにされたんだけど、グエンの。え、かなえさんがめっちゃ強いって噂がすごかった。いや、本当に買いかぶりです。いやいや、本当にやばかった。チンジの5倍。そうだよね。え、ラムチさんはどれぐらいやってるんですか？マサスやラム60レベルです。あと12月末ぐらいから始めました。2ヶ月しかやってないんや。はい。チンジさん結構やってるの？俺は6年前から。なのにブロンズ。あ、カーティーン、こいつと対マンするから一旦カスタム行きます。勝てないよ、でも。トップな、トップ。ジャングルで行こう、ジャングルで。なんでジャングルとタイマンって。ジャングル対マンしようって、どっちが先にレベル6になれるか。絶対あれじゃん、あの、序盤強いやつ使ったら勝ちじゃん。一番もんね。ねえねえねえ、ちょっと待って。あ、大変なこと起きてる。俺、ドラニング買ってるわ。お茶の間だね。お前。だいぶやばい。これもう一生俺攻撃するしかないよ、これ。これで。ちょっと待って、いやいや、火力で行こう。これもう実質ドラケン買ったようなもんだから。やばいか。あ、やばいわ。イレリア、あ、やばいわ。実はイレリアの1レベルってめっちゃ強くて。そうだ。前も言ったよな、それ。お前、サイラスで。怒られてる。怒られてる。学ばねえな、お前は。怒られてる。いい今日って。スタック見ろよ。怒られてる。ポーズって引いたのに。もう終わりながらグッドマークされたよ。お前は本当にうまいよ。拍手だ。お前には拍手だ。リスペクト。リスペクト。これはビッグリスペクトっす。俺トップへこむな多分。トップそうね。イレリア負けたらもう終わりやろ。いや俺さ、イレリアうまい人とサイラスうまい人に対してちょっと前出ちゃうんだよな。なんで？ビッグリスペクトでちょっと戦ってみたくて。あれ、俺マサさんよりレベル低かった？あれ？やばい。やばいやばい。ちょっとこれやばいわ。まずい。マジでイレリア解けなくなってたこいつ。これやばいわ。これやばい。ごめんな。マサさん、それあのネクサスまで追ってくんないと話にならんわ俺ら。まだまだいや俺が生き残る。チンジ、そう、頑張って頑張って耐えて。チンジが頑張って耐えてる間に俺が撃るからこれ。任せろ。フラッシュインキュー。オッケー、限界。頑張れ。負けるな。インヒビターが折れました。インヒビターが折れました。止めれるこれ。オッケー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 。マジで。くそ。惜しかったな。ネクサスタワーまでは手がかかったんだけどな。いや、ナイスネクサス。ナイストライ。お願いだ。待って、ロリやっててこんな笑ったの初めてかもしれん。おもろすぎる。いや、俺にメンタルマスター渡す。メンタルマスターあげる。メンタルマスターちょ、D プラス。ちょっと待って。あ、なんかオレンジピンポン来た。え、お前オレンジ来たわ。この構成。お前オレンジ来た、やめて。この構成なんだ。ドルームからチョコ届いたわ、熱。誰から？ボルトルーム。あ、なんか今女の子の名前に聞こえた。これでいいんじゃないですか。まあまあまあ。チンジさんはさ、結構やってるタイプ？でも120レベルぐらいだよ。あ、え、それで6年？あ、そう、だからハイマーディンガーがトップに来てモニターを割って以来はもうやってなかったから。なるほどね。うん、なんかずっとやってる6年ではないんだ。あ、そうそうそう。久々に聞いたら。でも6年って俺言ってる。ベンフェイ、俺フォイ知らねえわ、こいつ。こいつ何？フォイやめて。フェイね。フォイ。フェイね。
DJ っぽい知らねえんだよこいつスキル。何これ。それじゃペゼンやね。美しいトレードしてるわ今。ナイスナイス。ドクターンボットリバー。欲しい。いや。ドクターンボット。それ。来た。行きます。あ取っちゃった。取っちゃった。いいからいいから。取っちゃった。どっちもどうせポークするんや。変わらんがな変わらんがな。なんか野生の筋トレって言える。違う、ロクターンがここに入ったの。ああ、そうなんだ。だからカバに来たんだろう。ありがとう、野生の筋トレット。かわいいスキン、それ。これミッド勝てるぞ。惜しい。いや、死んだ。マジ美しいでしょ。ロクターンリコールしてないな。ダブルキル何すごい。いや、これなんかね、遅れてくるんだよな、こいつ。かっこいいから。やばい、すごいね。あすごいでしょ。あ最初何取ってます？ダブルです。あもう行ったっていい、なんか行けそうになる、そういうノリで OK。 はい、いい。めっちゃ一回下がって相手が2レベルになったって。これ前出れます？前出れません。出れます。あ多分じゃあはいはいはい、会いたい。うん、突っ込んで死んで。ダメ出れなかったね。どういうこと、どういうこと。会話の流れおかしい。今の会話の流れで死ぬことあるか。ないよね普通はね。全然減らせなかった。ちょっとふと横見たらもう瀕死の状態になってたよ。こっちの見たらおかしいね。なんでそんなに避難してた。ごめん。でもなんかちょっと感動したことがあって、全然突っ込んでいいよって言った瞬間1メモリしかないのに果敢に敵に W をまあそれはほら忠実、相性いいかも。ああよかった、よかった。なんかちょっと回復するのかなって。うわ、いいことではある。一回帰りますよ。はい、勝手ね。でこれ帰るとき僕の近く来てもらうと、僕の真近く来てリコールして、こうやって連れて帰れる。とやらかんだ、僕のリコールまで連れて帰れる。あ早い方にってこと。新さん楽しそうな。あとザヤラカンの特徴としてはうるさい。うるさい、会話がすごいうるさい。ああなんかするんだよ。なんかがあったら口笛吹いてねってザレたら、ラカンが愛してるぜって叫び出したりする。いいね、ラカンのそういう感じ。精進ってどこにあるんだ、精進。これか。まあ、ラカン結婚断られてるらしくて、ザヤに。ザヤがなんでって言ったら、だってもうプロポーズしてもらえないじゃないみたいな、そんな感じの二人です。なんでプロポーズしてもらえないの。その結婚受け入れちゃうと。かわいいってくさ。エリストップみたいな感じ。まさにエリストップ。だから羽もちぎられるのが好き。何やんだ。へぇ、ド M なんだね。ダブル使って逃げて、うまい。ちょっと下回復するよ。はい、こいつ